안녕하세요. 22입니다. 포드레스 ということでね、今日ね、11月24日、20のね、ファーストアルバム U 発売ということで、リリースかな？おめでとうございます。ということで、そのリリースを記念してね、もう2個ね、新しい情報というか、コンテンツが出てるので、ちょっとそれを今日はね、見ていこうかなと思います。で、まずこの動画では、こちらですね、20チョップスティック MV リアクションビデオということで、20本人たちが初めて MV を見ているっていう動画のね、さらにリアクションを撮っていこうかなと思います。でね、また後でね、こちらね、U のね、アルバムのグッズね、この情報も出てる。グッズもね、まだ出ちゃうと。20ファーストアルバム U のリリースを記念し、オフィシャルグッズの発売が決定ということでね、まあ、このね、どんなグッズがあるのかとか、まあ、こういうグッズおすすめだよっていうね、動画もね、この後に出していくので、ぜひそれもチェックしてください。でね、今日ね、たまごっちね、これ、たまごっちのニズーが育てるやつ、これが届くんですけど、たまごっちってなんか育てていって、だんだんニズーになっていくみたいな感じらしいので、今日ね、撮影はするんですけど、明日も撮影して、そのなんか、育ったやつを動画にしようかなと思うので、まず1個目ね。ぜひね、それをね、明日出そうと思うので、それもね、楽しみにしてもらえると嬉しいなと思います。なんかね、どのニズーに、育つかとかランダムなので、どのたまごっちに育つかもランダムなので、ちょっとね、それも頑張ってニズーに育てれるようにしようかなと。たまごっち楽しみなんですよね。できればね、僕の推しのマヤンちゃんをね、育てたいなと思っております。ということで、早速この動画見ていきましょう。じゃあ見ていきますね。あ、こんにちは。おめでとうございます。これ本当めでたいね。これね、他のね、TWICE とかさ、ITZY とかこういうのやってた気がするんですよ。そうそうそう、これ嬉しくない？ NiziU の MV が MV を初めて見る姿を見れるってよくない？あ、まやちゃんの手かわいい。まやちゃんの手かわいい。いや、発音よ。ちゃんとね、字幕もあるので、ぜひ字幕見てね。あ、これなんかリアクションだけもうニヤニヤして見ちゃうわ。めっちゃ乗ってんの、よかったんや。え、いいね、これこんなん撮ったのとか、そういうリアクション見れるのいいね。え、みんなびっくりしてるやん。いいね、みんなびっくりしてるわ。サビは真剣に聞いてるわ。サビ真剣に聞いててアップになると盛り上がる。いいね、これ。うわ、まやちゃんが美人すぎる。ちょっと押しすぎる俺の鍵盤落ちてきてるな。ここめっちゃ可愛いのよ。ここ全員可愛い。マジで。そこ盛り上がるよな。このみーひちゃん、にらちゃんのやつに、あやかちゃんがめっちゃ驚いてんのいいな。動いてるのとか言ってたもんな。いいな。真剣だな、りおちゃん。りおちゃん真剣だね。あやかちゃんのリアクションめっちゃいいな。純粋に驚いてる感じで。ありがとう、言うとる。ここのまやかちゃんかっこいいからな。めっちゃ笑っとるやん、本人めっちゃ笑ってんの。本人笑ってんのいいね。すごいよな、上のピアノの鍵盤の CG。 振りに合ってんだよな、鍵盤が。
え、そうなんや。この花びら本物だったんや。終わっちゃう終わっちゃう。いやーすげえな本当に。すごい。私たちが思ってた以上になんかすごい今までと違った。全然違う。そうなんや。CG すごくない。今までもミュージックビデオって感じだったけどね。あんま CG なかったんかな今まで。なるほどね。いや、あやかちゃんいいな、あやかちゃんのリアクション。なんか今までのさ、なるほどね。かっこいい感じの。あそこね。サビのあそこね。確かに確かに、これめっちゃいいわ。たくさん聞きます、たくさん聞きます。応援よろしくお願いいたします。じゃあ以上、ゆるでした。バイバーイ。あーかわいい、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 あー終わった。はい、ということでね、なんかいいね、なんかもうこういう動画もいいんじゃない、こういう動画もいいんじゃない。なんかもうめっちゃ盛り上がるんじゃなくて、なんかもうビジューとしてニヤニヤしちゃう動画いいよね、これ。ダメこの動画。ちょっとそんなめっちゃ僕が盛り上がってるわけじゃないし、なんか、いいよね。ずっと可愛いのを見てニヤニヤしてる動画でもいいよね。ちょっと、すいません、すいません。ということでね、個人的にあやかちゃんがね、みーひちゃん、にらちゃんのシーンでめっちゃなんか、わー、すごーいってなってるのがね、めちゃくちゃ良かったなと。あと、まやちゃん好きです。ということでね。この後ね、ゆうのね、グッズをね、見てってね、まあ、こういうのいいな、とかいう動画もね、出していくので、ぜひね、それも見てください。で、明日ね、たまごっちの動画を出そうかなと思うのでね、ぜひね、たまごっち買った方とか、まあ、買ってない方もね、ポテどんな感じなのかな、みたいな感じで、ポテのたまごっち日記をね、ちょっと見てもらえると嬉しいなと思います。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。